エニワ岳、エニワ岳、エニワ岳、アイヌ語、EEN 岩は、北海道の四骨東野国立公園にある第四期火山である。標高は1320メートルで、1991年に、気象庁より活火山に指定されている。三名は、アイヌ語の、A には、頭が、尖っている、山に由来する。約4万年前の巨大噴火により現在の四国港。 取り囲む四骨カルデラが形成された。このカルデラ壁上の後カルデラ火山群として、第四期以降に、フップシダケ、エニワタケ、ソンサキ山の順に噴火活動が開始された。この三つの火山は、北海道が乗る北アメリカプレートの下に、太平洋プレートが潜り込む方向に沿って連なっており、プレートに押されてできた割れ目に沿って、マグマが上昇したものとされている。 エニワダはカルデラ壁の北西部に位置し、山体は溶岩ドームと多数の溶岩流から構成された、急春な形状である。溶岩流は、四骨湖の湖中まで流入しており、末端部では数十メートルから百メートル以上の差になっている。その噴火活動は、大きく6つの機関に区分される。活動機関を通じて河口は、四骨カルデラ壁に平行に東から西へと、 移動している。また、初期の溶岩は二酸化系素成分の多いデイサイトで、あるが、活動の後期になるにつれ比較的に酸化系の少ない、安山岩に変わっている。第6期以降は顕著な噴火活動はなく山体は、森林に覆われているが、現在も加工内を呼び、加工東方の山腹から噴気が続いている。さらに噴火活動によるものではないが山頂付近の溶岩ドームは、 崩落により危険な状態となっており、山頂への立ち入りが禁止されている。特に2003年の十勝沖地震以降は、崩落が進んでいる。アイヌ語で、EEN 岩、A 庭、A 庭と呼ばれた。頭が尖っている山という意味で、山頂に巨石がそびえていて、鋭く尖って見えることより名付けられた。この A 庭が転じて、和名の絵庭となった。 1883年の札幌県統計書には、千歳せ学と記載され、一名絵庭山との正し書きがある。陸地測量部、国土地理院の前身の一つ発行の20万分の一地図には1893年までは、千歳せ学と記されており、1926年の海底版からは、絵庭学となった。絵庭岳周辺には、金の熱水鉱脈があり、北側には、 エニワ鉱山、交流鉱山、南西側の四骨湖西岩には、千歳鉱山が存在した。鉱脈は、古代三期から新代三期の窒層に存在し、カリウムマイナスアルゴン法による、放射年代測定で約4、000000 000、000前に形成されたものとされる。エニワ竹、四骨カルデラの形成年代、4万年前からと、比べはるかに古いものである。鉱山は、 国の参勤奨励策により1930年代から本格的に創業が行われ、当時は四国湖沿岸の道路がなかったため主に船で対岸に、私、苫小牧から出荷された。しかし、第二次世界大戦の激化により輸入が途絶えると、貿易決済のための金が不要となり、1943年の金鉱山整備令により、国内の他の金鉱山と同様に強制的に、 閉山となった。戦後、交流鉱山と千歳鉱山は再開されたが、千歳鉱山が1986年に、交流鉱山は2006年に閉山となっている。南東山陸の四骨湖沿岸と南西山陸のおこたん湖畔に温泉の流出が見られ、一番、古い丸ごま温泉は1915年より営業を行っている。しかし絵庭だけを含む、 この地区は1960年代に、四骨湖畔有料道路、道道512号札幌四骨湖線、現在の国道453号の一部、道道78号四骨湖線、おこたん湖畔未適間通行止めが開通するまで、四骨湖東岸の四骨湖温泉から渡る船が、唯一の交通手段であった。南東三陸には、丸ごま温泉と四国湖伊東温泉がある。どちらも、 湖岩から自然輸出しており、露天風呂の温泉水位は、四骨湖の水位に従って上下し、流入量の減少する陶器にかけて、温泉水位が前減し4月が、最低位となり5月の雪解けで回復する。おこたん湖畔の温泉は、廃油となっている。かつては、四骨湖、グランドホテル、おこたん層の2軒の宿泊施設があったが、廃業している。また、おこたんペカワ西岸に、 営ー所事業所があり宣言を持っていたが、宿舎自体が廃止されている。1960から1969年に、地温測定、電気抵抗測定、ボーリング調査を行った結果によると、山体深部から亀裂に沿って上昇する地下水の洗温は、岩質の粗密により、差異が出ている。おこたんぺん川川口東岸の旧おこたん層付近は、 透水性が高いため湖水により冷却され、千温30度、東に向かうに従い、不桃水性となり、千温が上がる、旧四骨湖、グランドホテル45度、丸ごま、伊東温泉60度。一方、おこたんぺ川を境に、西岸は、四骨カルデラより古い深大三季中心よの地層となり、旧英林所泉源はこちらから流出している、千温40度、整備された、 登山道としては、東斜面の爆裂加工北側を登るポロピナイコースがある。登山口は、国道453号と道道730丸ごま線の分岐点付近にあり、山頂との標高差は1000メートルである。積雪機は、国道453号と道道78号、四骨湖線の分岐点付近から、道のない北東尾根を登るルートが一般的である。 標高差700メートル。その他に、四国湖横丹湖畔から上る西沢ルート、丸ごま温泉から上る滝沢ルートが知られている。いずれも道はない。前述したように崩落の危険性により、山頂付近は2001年8月以降は、立ち入り禁止となっている。2003年の地震により実際に、溶岩ドームが崩落し、2010年の調査ではさらに、 崩落が広がっている子が確認されている。このためポロピナイコースでは第2見晴らしが8号目と9号目の間で引き返すこととなる。1972年に開催された札幌オリンピックの格好種目は絵庭だけで実施された。アルペンスキーの主会場であった手稲山競技場では競技規定で定められた標高差を確保できなかったため、 唯一札幌市外で開催された競技である。競技コースは西側斜面の溶岩流によって形成された幅の広い尾根の8号目から36までに設定され、国立公園内であるため自然保護の検知からオンピック終了後に現状復元を行うことを条件に国の建設許可が下りた。コースの開設工事は1968年に着工。 29ヘクタールの山林を伐採して、オリンピック前年の1971年に完成し、プレオリンピックとして、格好競技会が開催された。コースは、男子コースと女子コースの2本が設けられ、山麓からスタート地点付近までロープウェイとリフトも建設された。男子コースは、コース距離2636メートル、平均車度17度。 最大車三十七度、標高差七百七十二メートルスタート標高千百二十六メートル、女子コースは、コース距離二千百八メートル、平均車度十四度、最大車三十五度、標高差五百三十四メートルスタート高八百七十メートル、コース幅は二0から六十メートルであった。ロープウェイは、三独駅中間駅、八百八十四メートル、中間駅三町駅。 830メートル、リフトは330メートルであった。この他にスタートハウス、運営本部、プレスセンターヘリポートなどの施設が設けられた。女子格好競技は1972年2月5日に行われマリーイコールテレースなディヒ、スイスが1分36秒68で優勝した。男子は2月7日に行われベルンハルトルシー。 スイスが1分51秒43で勝ちした。1972年7月からオリンピック、組織委員会により、ロープウェイリフト、施設の撤去を含む、現状復元工事が総事業費1億6千万円で開始された。1976年に撮影された上に示す、航空写真では、コース、施設の跡が、はっきりと認められるが、30年後の2002年に、 撮影された航空写真では回復が進んでいることがわかる。しかし地表には、氷土の崩壊を防ぐための土留めやコースの下をくぐる、トンネルなどの遺構が残っている。千歳市と江庭市の市教会は門別岳の西から、四骨カルデラ壁の尾根に沿って西へ伸びるが、江庭岳の山域で、教会未定となっている。 国土地理院の25000分1地形図では1978年の海底版から江庭岳山頂の北から北西の間直線距離にして約 1.7km の部分の市境界線が未記入となっている。この問題の発端は1965年に江庭町当時の町議会で国土地理院の地図は境界が違うとの意義が出たことから始まった。 エニワ市の主張の根拠は1896年作成の陸地測量部地図及び1906年製の北海道地方下行政区画現図でエニワ岳山頂から北と北西の麓に直線上に境界線が引かれていることによる。千歳市は1910年に定出リニア管理局が作成した札幌保領地境界簿では境界線が 山毒にあり、当時の千歳古町と江庭村長が合意の署名と、夏印をしていると主張している。漁師は随時協議を行っているが、合意は得られていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。